はい、皆様いらっしゃいませ。こんばんは、しおしろかなでございます。それでは本日やりますは、インスタント麺ができるまでゲームしようというゲームをやっていきたいと思います。そうこう言ってる間に3分経ちそう、3分でクリアできるそうなんで、皆さんもカップ麺でもね、作りながらね、この動画見てくださったらね、3分超えると思いますので、やっていきましょう。ニューゲームからと、ほんまに3分で終わる。今回このゲームを遊んでくれてありがとうございます。このゲームはインスタント麺ができるまで3分間ゲームをするゲームです。ゲームは3分で終わるゲームとなっていますが、あんたが停止ですぐにゲームを終えてしまう可能性もありますし、メイン画面を開いた場合はタイマーが停止してしまいます。何？このゲームはマルチエンディングになっちゃいますので、繊細のあなたがすぐ終わった場合は、もう一度やり直しはいかがですかとか言ってる間にもう3分で終わらないね。その通りだな。私が挨拶してる時点で終わってないんだよ、もう3分で。オープニングを表示しますが、保有する場合は3分ではなくなりますが、最初オープニングを見ることをじゃあ見ようか。腹が減ったぜ。でももうすぐインスタント麺ができるぞ。3分で意外と長いんだよな。そうだよね。3分間待ってやるって言うけれども、意外と3分ってぼーっとするようやったら長いんだよね。なんかしてたらすぐ経つんだけどね。ハラルド、カレー買ってきてくれる？おかん、カップ麺作ったんやけど、うち。なぬ？ここで買い物だと。でも買い物をしないでも夕ご飯がなくなるな。それはまずいな。でも買い物行くと麺伸びるし、お腹空いたし、どうしよっか。やめるか。うん。よし、3分で買い物に行ってこよう。行ける？それ。そんなノリで、オープニングと同じノリやけど。ちょっと待って、コントローラー聞く？コントローラー聞くかな。コントローラー聞かないね。嘘。コントローラー刺さってないって。今度刺さってないね、コントローラー。そうこう言ってる間に3分経っちゃうけど、待って。へい、コントローラー。オッケー。3分経っ、ごめん、30秒無駄にした。30秒無駄にしちゃった。これ3分間でクリアできなかったらどうすんの？でも3分でクリアできなかったらどうなるんだろう。なんかいろいろ調べたいんやけど、どうしたらいい？こういうの調べたくなるたちなんやけど、俺と勝負しよう。マジで？バトル始まったけど、3分で終わらねえんじゃねえの？あ、やったー！でも3分で倒、3分以内に弱すぎ笑った。麺が伸びていくぜ。どんどん麺が伸びていく。お前は話しかけれないの？話しかけれないの？話しかけれないって。話しかけれないって。お姉さんも話しかけれないって。話、ちょいちょい落ちてるリンゴは何なの？これ、これ何？触れる、ない。触れる、ない。3分とか、あっちゅう前過ぎちゃうんだけど、どうしよう。入れなーい。買い物って言うけど、どこに行けばいいのよ。じゃあ行こうか。あ、間違えた。やべ、倉庫言ってる味。3分経っちまうぜ。お前は？カレーください。ここに買い物に来た。自分で買え。辛辣。くっそ辛辣。なんだここ入ってみよう。おい、謎の人が入っていったぞ。あいつ捕まろう。マジで？え？宇宙船に来たんやけど。ん？ハルド起きろ。何？ここはどこだ？麺が伸びるじゃないか。ここは宇宙だ。宇宙来たーけど宇宙船に乗ってるってことか。そうだ、お前は実験台としてこの船で1年住んでもらうことにしよう。なぬ？私ウィンサート麺が。というか、この宇宙船汚すぎね。まあ、雰囲気だ。くっそ、こんなところに住んでたまるか。適当にボタンを押そう。あ、自爆スイッチ？あ、自爆装置が起動しちゃった。まずい！終わったー。自爆爆破落ちなんて最低。爆発落ちなんて最低。消火器。何かできないか。何かないのか。1分以内に爆発しちゃう BGM がないのすごく不安になる。こっち？あ、こっち行けんのかよ。こっち行けんの？なんか脱出ポットみたいなのないの。宇宙に出ますか？ん？普通に開けれない仕様にしてある。何かを回すと開けられるように書いてある。なんだよ、ダッシュポットに乗っとこう。押してみようぜ。なんでやねん。なんでやねん。どうすればええねん。3分難しいよ。オープニングパスで行くわ。なんか他にルートがあるの？ここで買い物が。なんで出た？ここってこと？店やってカレーくれ。カレーくれ。持ってねえかね。じゃああいつ、チンピラぶん殴ろう。チンピラぶん殴るべ。チンピラぶん殴って金もらう。おめえだよ。おめえ1000円持ってんだろ。飛んでみろよ、ちょっとよ。オッケー。1000円もらった。
弱すぎワロス、ワロスしていく、草ももう大草原していく。いやー、ピエンでパンをしてるね、向こうは。オッケー、これでカレーを買うで。ジュースも欲しいな、お花も欲しいな、でもカレーを買おう。何だったんだろう、あの宇宙船の話は。これで終わりってこと？いいんかな？インスタント麺飲める前にカレー買い足せ。あ、終わったって。あれよ。待って、録画時間何分？あ、もう5分超えてんね。あ、用事しちゃった。用事しちゃった。もういいよ。もう一回、お花買おうぜ。お花買おうぜ。お花摘みに行ってくるぜ、ママ。ママのためにな、お花を摘みに行ってくるよ。そのためにお花を買うお金をください、お前。やばいやつ。ほらよ。オッケー、丸水産株式会社、オッケー、行くぜ。賭けとかできたらいいのにな。わお。わお、お花が欲しいな。お花が欲しい。ありがとう、お花だよ。落ちなかったやろね、結局。なんもねえな。え、あの宇宙船はマジでわからんし、あ、BGM ねえからいっか。ここの BGM だけ爆発的に高く、おーっとでかくなる。あれ、なんか帰れないんだけど、おかん！おかん、お花！おかん、お花買ってきたんだけど。あ、入れる？何ここ？テントやって。何？番号？番号やって自由じゃなかった。え？何？何これ？ 魔王やら王様などいない、ここ宇宙開発で成功してるなんか知らんけど。3が15、9が21、7はじゃあ何って話？知らない。 え、でも12足していきゃいいんやろ、これ。12足していったら19じゃないの。あ、いった。テントから脱出する番号、脱出？え、閉じられていいやん。何やった？ 1250 だった？違うって、なんて書いてあった？あ、惜しいね。1225だって。あ、いた。お金もゲットした。やったぜ。え、お金ゲット何本、5億ぐらい手に入ったんかな。お、カレー買える？カレー買える？カレー買える！やったー。 お母ちゃん、カレーとお花買ってきたべや。母の日やで。なんでやねん。お花どこ行ったんだよ。 はい、ということで、今回はインスタント麺ができるまでゲームをしようというゲームをやってみました。5分で終わるかなって思ったんだけど、8分になっちゃったね、もう。はい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。皆様もね、カップ麺を作りながらゲームをしてみてはいかがでしょうか。それでは次回の動画でお会いしましょう。せい、バイバーイ。